どうもこんにちは、坂東です。はい、今日はですね、僕の持っているミラーレス一眼カメラ GH4 につけているこのパナソニックのレンズ1232という非常に安価で手に入れたズームレンズがあるんですけれども、これがですね、やはりというかですね、ネットの評判通りというかですね、壊れてしまいました。こんな感じですね。この壊れ方をするというのはですね、もう買う前から分かってはいたんですけれども、やっぱりこのようになっちゃいましてですね、普通に使ってただけなんですけれども、ズームを回したところこんな風になっちゃいました。中がなんかグリスでベトベトで、こんな感じですね。まあまあこうなるというのはもう想定内なんですけれども、修理して使っていこうと思います。でもこれどこにこれ接着剤をつけたらいいのかですね、非常に悩ましいところで、まずこのグリスを拭き取った方がいいのかな、まあ、もちろんですね、グリスとボンドっていうのは非常に相性の悪いもので、ちょっとこの構造をまず把握してからでないと修理には取り掛かれないかなというところです。ここにレバーがあるんですよね。このレバーがズームのレバーかな、あ、違うわ。ということはこれ全体が回るのかな。ああ、そうだわ、こうだわ。でここでパコッと、なるほど。ということはこれはただのスイッチですね。これただのスイッチなので、ここのボディ、黒いところとここの金属のリングを単純に接着すれば良さげですね。はいはい、ということでとりあえずグリスは拭き取っていこうと思います。この辺にプラスチックがかけた跡がありますね。でもね、これ無理に回したってわけじゃないんですけどね、これ慎重に扱っていたはずなんですが、レンズをはめたり抜いたりするときにどうしても力がねかかるみたいなんですよ。そんな感触でした。とはいえこれ拭き取れねえぞこれ。なこれ。はい、それではですね、このレンズの内側についたグリスだかボンドだか、この黒い物体をですね、ちゃんと拭き取っていきたいと思います。こういう作業をするときは新聞紙引いた方がいいですよね。この黒い物体はどうやらグリスじゃなくてボンドです。ボンドが硬化して、そして接着力を失ってしまったかのような感じですね。なのでボンドの交換ということになろうかと思います。こんな感じです。こんな感じ。ただこのボンドなんですけれども、マイナスドライバーとかではやらない方がいいですね。この内側の金属に傷がつくような感じですね。で、オイルだったらね、このオイルを切らさないように拭ったらダメだなと思ったんですけれども、これどうやらオイルじゃないんで、ボンドの乾いたやつなんで、これはもう全部取った方がいいと思います。ただ摩擦を発生させるためのものであるという可能性もあるんで、ゴムボンドにしても、取った方がいいな。でこのカス状況はあんま良くないですよ。中に電子部品があるんで、しかもスイッチとかあったんで、このボンドのカスは完全に取り除いておいた方がいずれにしてもいいというふうに思いました。レンズ側にね、どの程度付着しているかがちょっとね心配ではあるんですけれども、こうやって全部爪でまず取り除いてから、そしてティッシュペーパーでやった方が良さそうです。おそらくこのレンズを持っている方の多くの方はこの症状で悩んでおられることと思います。だいぶ取れてきました。もうちょいです。薬剤を使うかどうかがちょっと今考え中なんですけれども、アルミだから薬剤使ってもいいんですけどもね、なかなか完璧には難しいですね。そしてですね、このぐるっと一周見回してみたところ、ここ一箇所だけくぼみがあるようですね。このくぼみはこの印からこっち側に、そうですね、2、30度いったところにありますね。このくぼみで何かしらの挙動を行っているものと思われます。まあ、これでいいでしょう。そしてレンズ側ですよ。問題のレンズ側。レンズ側はボンドはね、ついてないですね。ほとんど。
これはラッキーですね。グリスではないです。もう明らかにグリスではないです。ネットの情報ではね、グリスとかっていう情報があったんですけれども、それは間違いですね。これはボンドです。間違いないと思います。あそこにしとこうか。そしてこうなるわけですね。おそらくここですね。ここに爪が来るのだと思うんですが、こうなるわけだから、どっかこの辺にくぼみがあるはず。ないですね。なぜだ。こっち側にくぼみがあるんで、レンズ側は出っ張りのはずなんですよね。出っ張りがないぞ。なぜだ。ここにほんの少し出っ張りがあります。これですわ。ここにこのほんの少しのくぼみをカチッとやる必要があるわけですね。そして接着剤でつけると。ここにやたら大きなくぼみがあるんですよ。これを使っていいものやら。接着剤つけるにも難しいぞこれ。ああ、ここか。こことここが合うところにやればいいんですね。よし、じゃあ接着剤つけていきますか。やっていこう。はい、ですね、今ひらめきました。これね、ボンドじゃすごく不安なんで、両面テープでいってみたいと思います。これは両面テープでうまくいくと思いますよ、きっと。この手のやつですよ。それでないと、ちょっと厳しいかもしれない。やっていきます。この程度かますかですよね。まあ、やってみますか。そしてどっちにかますかやな。こっちにかますか。よし、やっていこう。とりあえずこんだけぐるっとやってみました。いいんじゃないかなと思うんですよ。やってみます。さあ、いくぞ。これは一発勝負やな。厳しいか。全部ぐるっとつけたらダメでした。このね、ズーミングが途中でおかしくなります。とりあえずこういうところはやめていこうと思います。改めて両面テープ貼っていきたいと思います。この3箇所でやってみようと思います。うまく回らなかったのはこのリングが振動してなかったからですね。とりあえずこれでいいんじゃないでしょうか。もうちょっと両面テープの数増やしてみたいんですけれども、どうやろうな。これか、やっぱやめとこう。これ以上開け閉めしたらなんかガタが来そうでね、やっぱやめときます。これで十分使えるんで。はい、今日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。Good.